はい、どうもよろしくお願いします。としのみやです。それではですね、本日も、満月の夜をやっていきたいと思っていたのですが、皆さん、この画面を見てください。データのバージョンが古いため、新しいアドベンチャーを始めてください。ということでね、前回、一章二章終わらせたんですけど、まさかの、バージョンアップしちゃって、ダメになりました。とりあえず、アドベンチャー、新しいのやっていきますか。うん。いや、どうしよう。シスターで途中までやっちゃったからシスターでやってもいいし、逆にシスター、ここまでやっちゃったからもうシスター一家ってしてもいいしね。いやどうする？騎士にしよっか、なんか。シスター途中までやっちゃったしね。なんか、中途半端に終わったけど。騎士で、今度こそ、謎の人物倒しに行きます。ちょっともう今回ね、もうサクサクっと進めて、次のとこまで行きたいと思います。うん。インコ中のデータが削除されますじゃないよ。させてくれないくせに、そのデータ。さあ、やっていきましょう。とりあえずね。前回と違う感じのデッキにしたいなと思ってるんで、今回は装備品とかガンガン積んでいきたいなと思ってます。うん。あなたが装備してる装備カード1枚につき2点のダメージを1回与える。そうそう、こういうカードがね、あるからね、こういうのをなんかメインでやっていこうかなと思います。取ります。うん。あ、なんかカーペンターが早速イベントを起こしてくれました。どうしても行かなきゃダメなの？僕は、君のことが心配だよ。優しいね、カーペンター。さあ、どうしよう。勇気か、なんたら、名誉か、どっちにしよう。感謝するか、感謝していこう。うん、ありがとう。僕は嬉しいよ。よし、名声プラス2だって。でかい、カーペンター、ナイスイベント。うん。You are so、あ、今回めっちゃイベント起きちゃう。次の戦闘でもイベント起きた。うん。お前俺よりも頑固だな。満月の夜に出歩くなって言ったはずだぞ。無視する、尋ねる、悲しそうにする。どうしようかな、悲しそうにする。悲しそうにしよう。Fine, take this and take care. はい、俺が負けだよ。これを持っていけ、気をつけるの。違う気がする。あ、でもなんか、あり、あ、しかも名声もプラス1ついてるじゃん。いいね、もう名声3になったよ、早速。順調。うん。オッケー、カカシ倒して、さらにイベントも入ってきたよ。神父は献身的で、優しくて偉大なる存在なんだ。はい。神父について聞くと名声が下がっちゃうと、おばあさんの行方について聞く。彼の過去について聞く。おばあさんの行方に聞いたら、多分、狼の話してくれて、あれじゃない？あれが増えそう。勇敢が増えそう。どうなんだろう。うん、あんたのばあさんは行方不明なの？僕はまだマシな方なのかもしれない。ああ、名声だった。名声プラス1だ。これ名声もう4じゃん。余裕あるね、これ。ちょっとできるだけ勇敢だっけ、勇気だっけを狙っていきたいね。うん。さあ、ということで。もうボスですね、ボス戦。まず、一章のボス戦からやっていきましょう。うん。いやー、ほんとにこれ勇気を貯めなきゃいけないね。名声は順調だから。うん。では、おばあさん狼と戦っていきます。さあ、まあ、ボス戦は前回と同じようにね、しっかりとやっていきますか。うん。とりあえず、まず1枚目消されちゃうので、1枚目は通常攻撃を打ちましょう。うん。どうしようかな。まず、修正神で。ああ、なんもいいもんはいけなかったね。うん。にゃーっと。はい。OK、ターン終了。いやー、どうしよう。さあ、とりあえず、どんどん引いたカード使って。ああ、待って、今のミスった。今のやっちゃいけないミスだったな。まあ、いっか。うん。さあ、ターン終了です。そう、とりあえず、これを忘れないようにしよう。ここにカーソル合わすとこ、ずっともう。うん。これ忘れないぞ。よし。まず、通常攻撃を捨てて、モードもダイブして、通常と。うん。
オッケーオッケー。なんとこれを忘れないようにするよ。うん。よし。相手が打ち消してくるのを忘れないように、これを使って、冒険打って、処刑ドン。オッケー、倒しました。まあまあまあ、一生なんでこんな感じでしょう。さあ、もらえるアイテム、これがいいな。4点の防御を獲得して、ランダムに装備カード1枚獲得。これにしまーす。今回は装備カードをとにかく集めていくスタイルでやってますね。今までちょっと結構だいぶ飛ばしたから見てないか、見せてない気もするけど、こんな感じになってます、今。うん。それでは、やっていきましょう。さあ、妖精の祝福は何にしようかな。初期アクションプラス、装備カードによるダメージ1。各戦闘開始時に5点の防御。装備カードによるダメージプラス1かな。とりあえずこれをしときましょう。うん。さあ、イベントだ。よかったよかった。来たよ、ついにイベント。何をする気だ？まさかまた私を踏むつもりか？踏んだろか？うん。どっちがいいだろう？どれが勇気だと思う？強く踏みつけるが勇気っぽくない？イエーイ。いきなりた効果音が脳内をよぎって、あなたは強くなった気がする。おっと？ここでなんかドラクエかハイラルファンタジーのレベルアップの音を言えばいいんだろうけど、僕どんな音だったかちょっと今、ド忘れして頭に出てこなくなっちゃったぞ。トゥッルー。トゥルトゥ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 。違うな。レベルアップじゃないよね。いやー。なんだっけ、レベルアップした時の音。トゥルトゥ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 。違うな。まあいいや。さあ。強くなった気がする。名声下がっちゃった！ HP 上限は上がったけど、名声が下がりました。いやー、名声下がるとかいうのがあるのに辛いな。うん。よし、イベントが来た来た。俺たちは昔の人間だったんだ。この手紙を、俺たちの家族のもとに届けてくれた。あ、これ見たことあるなー。これ届けてあげるにしたら叩かれるはずなんだけど。なんだっけ、届けてあげると、多分ね、自習されるんだけど、それで勇気が上がったかどうか覚えてないんだよね。とりあえず、届けてあげようか。HP 減るだけだ、ダメだ。そう、勇気が増える選択肢欲しいよー。どうやればいいんだろう。さあ、イベントだ。うん。うん。一回の失敗が何だってんだ。私はカボチャ王になる男だぞ。なんだそれ、カボチャ王ってなんだ。はぁ、あ。励ましてあげる。無理だと悟らせる。頭を叩く。勇気がありそうなのどれだと思う？頭を叩くのが勇気あるかな？無理だと悟らせる。励ましてあげ、無理だと悟らせる？励ましてあげ、どれだ？わかんない。励ましてあげよう。ありがとう。私のことを信じてくれるのは君が初めてだ。頑張るよ。はい。名声か。勇気が欲しいんだよな。勇気が欲しいんだな。うん。これはどっちにしよっか。相手が短剣を1枚装備した状態で戦闘して装備品スロット1か、装備品スロット2で初期アクション1、マイナス1か。装備品スロットにしよっか。装備品スロット取っていきましょう。初期アクションなくなっちゃうんだけどね。ちょっとそれはそれで無理だから、どっかでアクション増やせるタイミングがあったらちょっと増やしたいね。うん。It is really durable. カード収集者期間、かんだ。カード収集家期間で、カード収集家に通常攻撃でいいかな。これ通常攻撃かな。うん、通常攻撃を渡しましょう。はい。爆弾。はーい。いらないカードだったなぁ。うん。カードってまだできるの？まだできるの？あ、何度でもできるの？これってもしかして。あ、残りチャンス1回か。あれ、2回までなんだ。ふんふんふん。じゃあ通常攻撃を渡します。何点の防御を獲得する。はい、あ、いらないなぁ。これもいらなかったなぁ。うん。リンゴを拾います。リンゴの報酬。デッキからカード1枚コピー。ありがたい。どれコピーしよっかな。どれコピーしよっかな。ありがたいけど。うん。
や、迷うところだな、これ。うん。保険を増やすか、どうする？光の斧かな？光の斧ありだな。うん。光の斧にしよう。光の斧をコピーしよう。で、これで、待って、やっとり、待って、トラバサミは外して、氷の斧を装備に、2枚にしよう。うん。これでいいと思います。よし。いやー、これ欲しいんだけどなー。殉教者が欲しいんだけど、殉教者まで足りるかどうか。うん。いやー、もうバトル残ってないよね、これ。ボスだけだもんね。ボスで、お金どれくらいもらえるだろう。うん。さあ、いっぱいカードもらいました。よし。ドーン。いやー、ドーン。ドーン。いやーと。いろいろしていきましょう。うん。よいしょ。よいしょ。やば、めっちゃ黙ってた今。ボス戦だから普通に喋りながらやるはずだったんだけど、なんか何も考えずにぼーっと黙ってやってたな。まずいまずいまずい。うん、普通にガンガン行きます。でも言うて終わりなんだよね、これ。アクションが足りない。違う、これかな。これでこれだ。どまあもう終わりだね。待って、オッケー、倒しました。あ、コインも十分入ったね。うん、これはいいや。HP にしとこう。うん。よし。あ、足りない !65 だった必要なの。いやー、もったいない。まあいいや、これはバイバイしよっか。うん。バイバイ。はいっと。さあ、ということで、やっとね、第3章まで来ました。いやー、前回ここで終わった。で、アップデート入ったんで。いやー、よかった。さあ、妖精の祝福。何があるかな？10点以上のダメージを与える場合、そのダメージを2倍にする。通常攻撃のカードのダメージに、あ、プラス2強。競争心。各ターン開始時に手札に一時的な攻撃カードをランダム1枚加える。これでいいかな？うん。オッケー。宝箱開けていきます。カード2枚引く。でかいね。取ります。焦点。千枚。あ、殉教者来た。殉教者行こう。殉教者行くためにちょっと今回は耐えます。悪魔と戦いましょう。オッケー。オッケお、久しぶりにイベント入った。おい、やめてくれ。俺たちが手を組めば、お前のおばあさんを連れ去った怪物を倒せるかもしれないぞ。お、これは勇気が増えそうなイベントだ。よし、行きましょう。お前のおばあさんは狼男に連れて行かれたに違いない。よし、一緒に狼男倒そう。ちゃんと違うや。狼男倒すんじゃなかった。今回倒すのは謎の男だから、謎の男？謎の人物だから、いいんだけど、勇気くれてありがとう。うん。いや、あと勇気2貯めれるかな、これ終わるまでに。いやー、これ貯めれなかったら意味ないんだよな、ここまでやってきたの全部。
will sleep for long. よし、またイベントだ。オッケーオッケー。あなたならこの森を救えるかもしれないわね。うん。あ、オッケー、これ出てくれるのありがたい。さあ、スキルで勇気を増やそう。うん。勇気自身に違いないわ。彼女を倒せば、私も、いや、この森全体が救われるわ。よし、勇気に、これで両方44にあった。あとはマイナスしなければいい。変な選択肢を選ばないようにすれば。よし、これで勇気4、名声4ですね。揃えた、たまりました。よかった、本当に。さあ、進めていきましょう。よしよし、さあ、倒した。あと少し、あと少しで私は、本当にお人間になれるな、ということで。いやー、これ怖いな。これ、変なの選んでマイナスになったら最低だからな。ちょっと、どうしようか。助けるあたりが、助けるが一番無難な気がするな。あなたは優しいのね。でも、私と彼が結ばれるまでには、もう少し時間がかかりそうね。あ、両方1ずつ増えた。オッケーオッケー。これでちょっと余裕できたね。マイナスされた時の。うん。Sometimes you need to create. 顧客の様は。Let's see who's here.さあ、ということで、第3章のボス室まで来ました。いやー。で、なんかめっちゃカットしまくりながら、カットカットでここまで来たから、なんか、どうだろうって感じだけど、とりあえず今回の動画ここまでにしようと思います。もうカットしすぎて多分ね、何をしてる動画かわかんないと思う。僕もあんま喋ってなかったから。いやー、まあ、本当にデータ消えたショックがでかかったね。うん。次回、このままね、この、ボスを倒して、謎の人物と戦いに行きたいと思います、というところで。いや、すいません。変な動画かもしれない、この動画は。それでは、お疲れ様でした。またね。バイバーイ。